トニー・バレントはフランスのバンドデシネ作家。マンフラと呼ばれる日本風のバンドデシネ作品を発表している。2004年にレイオン・プリンスでガナハンで作画、再色担当としてキャリアをスタート。同シリーズ完結後、初の単独作品、花鳥」を2007年に発表。この作品を機に作画に日本の漫画やアニメのスタイルを取り入れるようになる。 2013年に SPED、e、エンジェルスでの作画作業と並行して企画していた作品、ラディアンを発表。現在はカナダ・モントリオールで暮らしている。インタビューでバレントは鳥山明を通じて日本の漫画を知ったと語っており、同志の代表作、ドラゴンボールに関しては、ある意味、僕の仕事の礎となった作品で、今でも一番重要な作品と称している。 また、ワンピースや、鋼の錬金術師といった作品を愛好していると公言しており、尊敬する漫画家として、村田雄介の名前を挙げている。このタバレントは、ラディアンを描き始めた当初、原稿を見た友人から、フェアリーテールに似ていると指摘されたことがあり、読んでみて好きになった一方で、似ているかもという要素を省いたという。その上で、 直接的な影響は受けていないものの、いつもフェアリーテイルのことは頭の片隅に置いているとも語っている。なお、ラディアンがフェアリーテイルに似ていると言われたことに関しては、好意的に受け止めているようである。ラディアン日本語版第1巻175ページバレンテトニーハットラディアン日本語版第2巻176ページ ABC ラディアン日本語版第1巻 178ページから179ページ、インタビュー、トニー・バレンテレディアント、デジュール・メイユール・ポアール・マンガ・フランセ、PAORU.FR、2018年6月16日、閲覧、ありがとうございます。